どうも、うずです。今回は先日上げた動画でちょっとグラフィックボードの話しました。MSI にお借りしてたグラフィックボード、980を返さなきゃいけないので急遽なんですけどグラフィックボード用意しました。で、まあ値段がそこそこ手頃で性能がいいと言われているものにしました。もうハイスペックのやつ私必要ないんで。ということで先ほど Amazon から届いた箱開けよう。ちょっとねこれはね予定外の出費だね。まあしょうがないか、まあ、1年間はお世話になりましたからね。1年間で出てきたのがこちらです。あれ、お、意外とずっしりくる。今回私が用意したのは MSI、 やっぱり MSI ねお世話になってますから、 MSI のグラフィックボード、GeForce GTX1060 のゲーミングバージョン 6GB のものを用意しました。 6GB に増えた、それはいい。 MSI 製品保証シール1年、なるほど、1年間の保証ね。で、注目してほしいのはここなんですけど、これね、ここのロゴ VR って言葉が入ってます。 VR、VR の方にも対応できるグラフィックカードということで、ハイスペックではないんですが、あのアスキーさんかな、ちょっと試されてましたね。しっかり、VR で遊べるっていうのも保証されてるグラフィックチップです。ということで、グラフィックカードを別にこうレビューしてもあんまりしょうがないかなってところもあるんですけど、ちょっと開けてみましょうかね、せっかくですからね。よいしょ、久しぶりだな2年前ぐらいでしたっけ、私、3年前になるか、もう3年前に GTX660 を紹介したときに、グラフィックボード自分で購入したやつは紹介してるんですけどね、懐かしい感じだね。うん、で、まあ当たり前ですけど、結構しっかりした箱に入ってて、この中にね、説明書とかね、インストールディスクが確か入ってるんですよ。あれ、なんか前よりすっきりしてんな。インストールディスクだけか、これ。あ、そうだね、チラシ的なものとインストールディスク、簡易説明書だね。お、やったシールが入ってる、シール。入ってるね。これなんかにつけようね。で、一番重要な本体でございます。いいよね、こういうね、挟まれててね。あ、なんかまたカードが入ってる。なんだ、あんまよくわかんないカード。なんだろうね。お、来た、いいね。やっぱ新品はいいね。グラフィックカードでございます。あれ、ケーブル類とか入ってないんだっけ、これグラフィックボードって。ああ、特にないね。で、ちょっと開けてみましょうね。もう MSI 様お得意のツインフローザーでございます。ツインフローザー。はい、こんな感じね。グラフィックボードいいね。これ外そうね。はい、お得意のツインフローザーでございます。いいね。新品。あ、今ってもうあれなんだね。そういえば。これ端子見ると、もう今までは DVID が付いてるのと、デジタルのね、端子。と、あと HDMI が今もう1個しかないんだね。HDMI 端子が1個に、あとはディスプレイポート端子が3つになってる。へえ、え、そうなんだ。このモデルは HDMI1 個しか付いてないんだ。まあいいけどね、うちね、HDMI は1個しか使ってないから。なるほどね。で、バックパネルの方も今回はこのプレートに覆われてる状態になってます。こんな感じです。ドラゴンのマークが入っててね、MSI 特有のね、ドラゴンマーク。これが好きです、私。名前にね、龍がつくから私も。あんま関係ないけど。ということで、今回はちょっとこの MSI 様の1060のツインフローザー、こいつに取り替えてみたいと思います。で、ちょうど今ね、久しぶりに FF のなんだっけ、あのベンチマーク測れるやつを突っ込んだので、それでちょっと GTX980 と1060の違いを数値的なものでちょっと見てみたいと思います。まずは980の方からいってみましょう。でもあれですね、あの3年前に買った、私が買ったあの GTX660 はこちらで、今回の1060がこちら。大きさ結構違うんだね。まあこんな感じね。ワンランクやっぱり GTX1060 の方が大きくボリュームアップしてますね、うん、ただツインフローザーもね、なんかね、羽の形状もちょっと変わってるし、羽のね、数も変わってる。こっちの方が数が多い。で、先にもうね、これ発売してたからレビューなんか見ていますと、基本的になんか熱がかなり熱くならないとこのファンは回らないそうで、660の時ってファンが常に一定のね、速度で回り続けてしまってたんですよ。でもこちらはファンの方はその回転数の方がね、熱くならないと上がってこない、回らないっていう話を聞いてますので、静音性、あと省エネかな、優れてるんじゃないでしょうか。 あとよくネットでね、電源のピンの数気にされてる方いたと思うんですけど、こちらですね、あのピンの数は8ピンになってます。8ピン1本だから、今私が使ってるあの980は8ピンを2つ使うんですけど、だから電力的にかなり食うんですが、その辺もこちらやはり1本で済んでしまうという省エネ設計でございます。家計に優しい。
私家計に優しくないお父さんだから。はい、でスコアの方は毎回安定の1万2000オーバーですね。1万3688ということで、出ましたので、同じ設定でちょっとグラフィックカードをこちらの GTX16 1060に変えて一回ベンチ測ってみましょうね。はい、お借りしてたこちらの980は抜きます。これで見るとね、ちょっと分かりにくいね。980と1060、あんまりね見た感じ違いないんだけど、バックパネルがちょっとないところとかねあるね。サイズはほぼほぼ一緒だね。こういう時にね、ケースがでかいとやっぱりやりやすいね。さすが2016年度の、お買い得、お買い得お気に入りアイテムの1個ですね。うん、OK かな。うん、OK。で、問題は、プラグが1個必要なくなるな。省エネ設計だから1個ケーブル抜く形になるね。これもいい。で、プラグは1個というか8ピンを刺すだけ。OK。じゃあこれで行ってみましょうか。あ、いいね。これちゃんと MSI のロゴ光ってくれるんだ、これでも。1060ってちゃんとロゴ光るんだ。かっこいいね。悪くないね。まあ、毎度のことですけど、一回グラフィックカード入れ替えると、グラフィック設定が初期化されるので、まあ、デュアルになってないという。まあ、再起動して直るかな。直んなかったら、設定で直すか。まあ、そうだよね。まず最初に、ドライバーのね、最新版をインストールしなきゃダメだよね。ちょっとドライバー入れてから再起動します。まぁ、あ、ちょっとね、設定中ですから、この場でちょっと言っとくと、1060じゃなくて、知人とかからね、1080とか1070にした方がいいんじゃないっては言われたんですけど、まぁ、あ、そこまで PC ゲームになんか時間費やしてもいないし、動画編集でもそんなグラフィックボードって使ってないし、まぁ、あ、とりあえずはということで今回は1060を選択しました。ということです。コスパですね。コスパの問題です。です。で、一通り設定の方も終わって、またデュアルディスプレイに戻せまして、無事に、何事もなかったかのように稼働しております。で、今 FF の同じ条件でベンチマーク測ったところ、まあ、結果的に GTX1060 数値の方が 13,183 ということで、スコア上はやはり980と同性能って考えていいかもしれないです。まあ、ただポイントは、こちらは GTX980 と違って電源の方がかなり電力を抑えられて、ピンも1つ1セットで済みますし、そういった面では非常に効率的な GPU なのかなと思います。でちょっとね、うちに VR が使えるようなね、 HTC のビーブとかオキュラスリフトなんかがないので、 VR のちょっと実際どんな感じかっていうのは試せないんですけど、まあ、とりあえず今回 MSI 様にお返してしまう GTX980 の代用には十分なるかなという印象でございます。まあ、ちょっとね、年末ね、ちょっと予定してなかった出費なので痛いところはあるんですが、まあ、しばらく私はこの1060でいいかなという話になりました。で、今グラフィックカードを検討されている方いらっしゃいましたら、まあ、私の動画が参考になるかは分かりませんが、十分1070、1080ハイスペックな、グラフィックカードじゃなくても快適にゲームなどはできそうですので、参考にしていただければなと思います。ちなみに今回私が購入したこの1060は値段の方では約3万5000円ほどで購入してますので、予算がある方はおすすめいたします。パソコンでゲームしない人はね、ここまでお金出さなくていいからねという話でございました。本日の動画が参考になったなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価の方もお願いいたします。まあ、私 YouTube 以外にも Instagram、Twitter、Facebook などもやってますので、下の方にリンク貼っておきますから、そちらの方から覗いていただいて、気に入ったらフォローしていただけると嬉しく思います。特にツイートの方はね、よくつぶやいてますし、で、一番重要な YouTube のチャンネルの方、まだ登録されてない方がいらっしゃいましたら、来年もパソコンの話題またやるかもしれませんし、この後またグラボの話もするかもしれませんし、気になる方がいましたら、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。